はい、こんにちは。高柳先生の傑作選ですけども、これは私、これも一目で見えました。まず、手数は、ラーテなんですけども、これ、まあでも、とにかく、これ、金なら一手詰めなんですよね。金一手詰め。だからといって、角だと、まあ、こう逃げられて、まあ、重たい手でもう、とにかく、足し算なんていうのは、同金、同竜で、こう逃げられて、これ、狭いけど、多分、詰まないですよね。なんで、そういうのはダメと。で、まあ、これ、実戦でよくありがちな、飛車、竜で金をバサッと取って、同玉と取らせて、その取った金を頭にポツンと。ただし、今ここには馬がいると。なれば、もう、この馬をどかす作業そのものだなというのが、まあ、見た瞬間、一応これは見えましたと。で、近づけて打つとダメだけど、離して打てば逃げても慣れるんで、なんでまあ当然でもこれはもちろん桂の引き筋なんで同桂と。でもうこれはもうこの筋が見えてればまあなんとかさせるかな。まあ一応いわゆる送りの出筋ですよね。これ同玉と取ればまあ送りの出筋で、で合駒してまあ取った金が頭に打てると、まあ逃げても腹金が打てるということなんで、まあこれはまあ手数が同じならば、この2一飛車に対しては、まあ、同馬と。で、もう予定通りの飛車、竜で金を奪って、同玉の一手に頭金までの7手詰めとなります。じゃあ一応詰め手順をもう一度やると、1三角、同じく桂、2一飛車、同じく馬。4一竜同じく玉で4二金までの手詰めとなります。じゃあ以上です。ご覧いただきありがとうございました。詰将棋シリーズは、こういった藤井聡太竜王が少年時代に頭の中だけで解いたと言われる伊藤寛寿の煙詰めや、圧倒驚く名士が登場する大道詰将棋や、まあ普通の探偵数もの、いろいろ取り揃えておりますので、再生リストからご覧になってみてください。ありがとうございました。